小室圭さんと眞子さんのご結婚について。えー、これは、複数盆に帰らず。で、小室圭についての、まあ、小室圭っていうか、まあ、小室圭の、あの、お母さんですよね。についての、様々な疑惑については、別の動画でもうお話ししてありますので、えー、繰り返しませんし、えー、この件について、 誰かをこう個人攻撃するつもりもございません。まあ、ご自身のですね。固いご決意で皇室を離れられて小室家にえ嫁、ー、がれたえー、眞子さんにはですね、えー。お幸せになっていただきたいというだけでございます。で、それよりもっと大きな話をします。私はあの皇室っていうものはですね。 まあ、外からずっとね攻撃をされてきました、まあ、特にその共産主義者からですねでもし皇室が終わりを迎えるとすると、まあ、そういう外からの攻撃あるいは国民の無関心によって終わりを迎えることはあると思っていましたけれどもえ今回の一件でですね明らかになったのはいや内側から崩れていくよということです。 えー、つまりですね、まあ皇族の方々も人間ですから、人間はですね、その自分の生まれる家は選べないわけですから、そうするとその、自分は個人であると、家のメンバーではなくて個人であるというですね、まあ、リブタリアン的な考え方を取った場合に、もう皇族としては生きていきたくないという選択も、 あり得る、誰が反対しようが世間がどう言おうが私は私の道を行くのというふうに固い決意を皇族がされた場合それが通ってしまうということを今回の一件は示しました。でこれについてですねあの他の皇族の方たちから明確な反対の意思が示されなかったわけです。 はい、まあ,あの天皇陛下はですね、えー、国民の理解を得るべきだという憂慮の念を示されたわけですけどもそしてこの眞子さんのですねご決断固い意志そして世間で言われてることはこれは間違った情報であると、えー、こういうお考えについては、えー、妹君の過去内心の殿下 が、えー、考えを共有されているということをご自身がおっしゃいまして、えー、お父様ので、ねえー、秋篠宮殿下もこれについては異議はないということですのでこれはですねこういったことは今後もですね起こりうることが明らかになりましたはいですから皇族が一人去り二人去りそして誰もいなくなったということになりかねない わけでございます。そこでじゃあこれでも諦めんのかというとですね、えー、そうはいきませんはいえ2,000、ー、数百年世界最古の歴史を持つですねこの日本の高騰をですね終わらせるわけにはいかないのですこれはあのー、日本人の歴史そのものですからねうんじゃあどうするんですかってことを今日はお話をしたいと思います で、この話はですね、あのー、先週、文化人法則でお話ししたんですけれども、あの、有利枠だったんでね、えー、見てない方がたくさんいらっしゃいますので、改めてお話をいたします。で、まずですね、確認事項ですけども、これが現在の皇室です。で、グレーはもう亡くなった方たちでありまして、そうするとですね、えっ、ー、と、男性皇族が 上皇様とその弟君の常陸宮様、それから近所陛下、近所ってのはね、今のって言いますよ、えー、現在の天皇陛下、それからその弟君の秋篠宮殿下、そして、えー、そのご子息の悠仁親王殿下、はい、男性皇族は5人しかいません。はい。 そしてですね、えー、女性皇族は、美智子上皇ご陛下と、それから政子皇后陛下と、それから愛子内親の殿下、えー、それから秋篠宮妃の、えー、紀子様と、それからその娘さんの、えー、もう眞子様は民間に行ってしまったので、佳、え、子、ー、様、加佳子内親の殿下。 あとはですね、昭和天皇の弟君の、えー、三笠宮家のですね、えー、お孫さんたち、これ全員女子です。五、えー、5名ですね、えー。秋子様、陽子様、つ子様、の子様、綾子様。はい。で、このうち、えー、お二人は民間人とご結婚ということでございます。はい。まあ、偶然でしょうけども、 女子が非常に多いということですね。はい。そして、まあ、例えばですね、これから、うん、30年、40年後を考えると、もう、久々新の殿下しかいらっしゃらないということになります。もちろん、えー、後東はですね、えー、男系男子が継ぐべきだって、近所陛下の次は、秋宮殿下、そして久々新の殿下ということが、もう順番は決まっております。 はい、しかし仮に家庭ですけどね久下殿下が自分の個人の言い方を優先するとおっしゃった場合にここに口頭は終わりますはいじゃあもうダメなのかというとそうではありません、えー、そこでですね「あの旧宮家」っていう話をしなければなりませんでこれはですね、あのー ほとんどのマスメディアが全く触れようとしない話です。はい。えっとおさらいですけれども鎌倉幕府を滅ぼしたのが後醍醐天皇兼務の神聖。 しかし、すぐにですね、足利高内がですね、挙兵しまして、で、えー、まあ、後のですね、村町幕府を作りますと。はい。で、小田天皇はですね、これを認めず、うん、京都を離れて吉野へ逃れまして、はい。で、しょうがないから高内はですね、別の天皇を、えー、京都に建てまして、はい。ここに京都の北朝と吉野の南朝とのね、えー、内戦が始まるということで、えー、これが、 南北朝時代の始ままりでございます、はい、そしてですね、その北朝っていうのが現在のご皇室につながるんですけども、北朝の第三代ですね、諏、え、訪、ー、天皇という方がいらっしゃいました。はい、で、これは北朝ですから、その足利家が守っていたんですけれども、 足利家が内紛を起こしまして、あのー、高氏と弟の忠石との内紛ですね。いわゆる官能の上乱ってやつで。で、それで高氏がですね、京都を離れた隙にですね、えー、南朝軍が京都を占領しまして、で北朝の天皇、えー、この時はもう上皇になってましたけども、スコウ上皇をですね、拉致すると。 いう前代未聞の事件がありましたでその時に三種の神器の勾玉も奪われるということですね。はい、ですので弟君の御皇後皇権天皇が即位されましてで再びですね、えー、室町幕府の保護を受けるというようになったんですけれどもですから、えー、とスコ皇天皇のご子息はですね行為を告げなかったんですね。 で、この守護天皇のご子息が伏見宮義人親王という方で,、はい、でこれがですね、えー、と伏見宮家の始まりなんですね、はい、その後どうなったかっていうとですねこの五皇后天皇の家系がですね、えー、お孫さんのですね極松、えー、天皇でございます、はいまあ、子供がいなかったと。 いうことで,でしょうがないので、えー、と京都に戻ってきたこの伏見宮のですね三、えー、代目の方が天皇になられてこの方が第102代の後花園天皇です、はい。そしてこの100代の極末天皇つまり後光厳系のですね極末天皇が諏訪、えー、天皇系のですね後花園天皇 を養子に迎えるという形で行為を継がれてですねはいそしてこの直径が明治天皇そして大正昭和平成令和とつな、えー、がってるわけでございます、えー、つまりは現在のご皇室のですね、えー、直径の祖先は津皇天皇のご子息の、えー、伏見宮 であうん現皇室は伏見宮家であるということがわかると思いますですから伏見宮っていうのがなんか皇室は遠い親戚ではなくていや今のご皇室がそのものなんですよはいこの後花園天皇もですからもともとはこの伏見宮家だったんですけども、まあ、今後もですね こういう高騰の危機は起こるであろうからね、自分は天皇になったけれどもその弟君にですね伏見宮家を継がせてですねでもしも、えー、本家の方に何かが起こった場合には伏見宮家が後を継げということを、えー、この第102代後花園天皇が定められましたということでこのまま明治まで来るんですよ。はい。 ちょうどですね、幕末維新の頃に、だから明治天皇よりちょっと上の世代でですね、伏見宮、国江親皇って方がいらして、まあ大変なですね、小宝に恵まれた方なんですね。はい。そしてですね、その王子様たちを次々に分系を立てさせてですね、えー、ここにずらずらっと書いてありますけれども、 国の宮、山の宮、梨本の宮、小松の宮、北白川の宮、河町の宮、東伏見宮、茅野宮、浅香宮、東国の宮、そして武田の宮と。これ全部、この伏見宮から分かれた分家なんです。はい。で、これだけいれば、高等が断絶ってありえないじゃないですか。 それで、明治大正昭和と来たわけですね。何の心配もなく。はい。で、さらには、えっ、ー、と、昭和天皇の弟君が3人いらして、渋宮、高松宮、三笠宮、はい、それぞれが宮家を建てられました。ということで、あ、この3つはですね、直、えー、宮家とお呼びします。はい。ところが、 第二次大戦で敗れた日本は、米軍の占領下に置かれまして、そして GHQ ダグラス・マッカーサー司令官が乗り込んできて、こんなにいらないだろうと、皇族は、予算の無駄だと言うんですよ。はい。それで、この、磁気宮家を残して、それ以前のですね、この、伏見宮家系のですね、 全部で11あった宮城をすべて皇籍を離れるという11期の命令が下りまして、はい。ですので、こんなにいた皇族はですね、皆、えー、外国の命令でですね、民間人にさせられてしまったわけでございます。はい。都心にあったお屋敷もすべて没収されました。はい。 これをですね、十一三宅と言います。そして、それから七十年が経って、で残念ながら、この磁気三宅はですね、えっ、ー、と、宮様と高松の宮様はいずれもですね、お楽年になりまして、三笠の宮様は、さっきも言ったように、大変なご長寿でしたけども、お孫さんが全て女子ということだったんですよ。となれば、 このマッカーサーによってですね、鉱、え、石、ー、功績離脱を強いられた十一三宅の中で残っている三宅を元に戻すだけの話じゃないですか。ですよね。それで、この話をすると必ず出てくるのが、いや、ね、鉱石を離れて民間人になっていて、属性のね、塵にまみれた人間をですね、皇族に戻せるのかという、 批判が必ずありますそれから、もともとですね、この伏見受けっていうのは、南北朝時代、ね、14世紀、600年前に離れたんだから、血統が、えー、もう関係ないじゃないかと。こういう言い方、えー。これよくあの、河野太郎さんが言う言い方ですけれども、 えっと、まずその600年云々は全く問題ありません。っていうのは、えー、さっき申したように、伏見の家っていうのは、本家、皇族の本家が、もし途絶えそうになった場合に、後を継ぐために設けられたんですよ、ね。で、代々宮様であって、そして、えっ、ー、と、民間に下られたのは600年前じゃなくて、わずか70年前なんです。 そしてですね民間に下られた後もですね実は定期的に皇居を訪れてで元皇族の集まりがあるそうですこれはあの菊英菊に栄えるですね菊英親睦会っていうことで、えー、常に情報交換をされてるんですねでこれにつきましてはですね武田恒康先生のですねえー、語られなかった 皇族たちの真実という本に書いてあります。はい。ですから、いわゆる普通の民間人じゃないんですよ。はい。ですので、えっ、ー、とこの中で久世親王殿下に近いお年のですね、十代二十代の男子のいらっしゃるお家が皇統を継ぐっていうことがあり得ると思うんですね。 それで、じゃあ具体的にどうするのかっていう話をいたします。はい。で、これはですね、一番簡単な例としてですね、今お話した旧宮家のその男子ですね、えー、10代、20代の男子を皇室が養子に迎えると。はい。 ただこれ問題があってですね、あの、皇室天畔の第9条に天皇及び皇族は養子をすることができないっていう規定があるんですよ。なんでこんな規定あるんですよね。これを廃止するしかありません。はい。それで、親元をね、離れて皇族に養子に入るっていうのはどうなんだという、そういうご指摘もあると思うんですけども、 これ、この間、あの、武勲市放送局ですねあの、桂木奈美さんがおっしゃってたんですけどもあの、いや、子供だけが行くんじゃなくて、ご両親ともとも、皇室にえ養子入りすると。うん。だから、ご両親とその男子が、え家族ぐるみで皇室の養子に入られて、だから、今までどおり家族の暮らしを続けて、で、そのお子様だけが、いわゆる帝王教育を受けると。であれば、 問題ないいだろうというとおんでまあこれが一番ですねあのスムーズにいく方法なんですね養子に迎えるっていうのはね。はい、で2人3人4人そういう男子がね皇室に入ればこのね久々親王殿下の、まあ、相談相手にもなりね この久しぶりの殿下が抱えるプレッシャーがかなり軽減されると思うんですよ。うん。これはいいアイデアですね。はい。2番目。旧三家の男子と内親王様が結婚されると。そうすると、まあ該当するのはですね、今の陛下の。 ご長女の愛子内親の殿下か秋篠宮家の過去内親の殿下となります。はい。これはですね愛子内親の殿下過去内親の殿下に当然夫を選ぶ権利はあるわけですからだから何が何でもその旧皇族と結婚しろというのはちょっと 私も抵抗がありますあ。もちろんだからお互いにちゃんと理解し合ってですねであこの方でやったらっていうことであればもちろんそれが理想ですが、うん、そんなにうまくいくんでしょうかということですね。それからその旧宮家の方その男子が今は民間人の扱いですから実際にそのお子様が行為をつくとなるとこのやっぱり皇室添破の改正が必要になるかと思います。 はい、これまでの1番2番はですねその旧宮家の男子が養子になるあるいは内親王様と結婚されるというお話だったんだけども3つ目ですねもうその旧宮家そのものをもう皇族にしちゃえという話ですねはいでこれはうんじゃあどのどの家を選ぶんだとかですねじゃ帝王教育どうするんだとかですねなってくるんで まあちょっと難易度が高いと。そして、この1、2、3がうまくいかない場合、4つ目としてですね、内親王様を一代限りの女帝とすると。はい。で、これは今の個室テンパではできないです。男系大使ですからね。はい。しかし、歴史的にはですね、明治維新以前はですね、いくつも例があります。はい。 ま、あ有名なところで言うと、あの、推古天皇とかですね。あるいは、持統天皇とかですね。えー、たくさんいらっしゃいます。で、で、これはいずれもですね、あの、つなぎなんですよ。つなぎ。うん。男系男子がまだ幼いとかですね。そういう場合に、その、お母様とか、おば様とかが、行為を継ぐと。ね。で、中継ぎをするっていうことです。例えば、愛子内親王殿下が、 一代限りの女帝ととなられますと、ね、それでもし愛子さまが、えー、っと、皇族でない方、民間人と結婚されていた場合は、えー、そのお子様は、行為は告げません。はい。これは皇室のルールなんで、そのことをあらかじめですね、お含みお聞きいただきたいということになります。 で、その間に、この1さんの可能性をもう一回探ってみるということになります。はい。で、5つ目。それもダメだったと。うん。もう、どうしても1さんが無理だと。高等を続ける手段がもう他にないという場合は、 内親王様と民間人の方との間に生まれた男子が皇、えー、位継承をするというのが5番です。これを女系天皇と言います。はい。で、えー、過去にこの女系天皇が即位した例は一例もありません。ということは、伝説上の神武天皇に始まる今のご皇室の、えー、システムがこれで崩れますので、 これは、えー、天皇というものは残っても今の王朝が途絶えると、えー、つまり王朝交代が起こるということになりますイギリスはですねイギリス王室はこのシステムですねあのどうしても男子がいない時には女子が継ぐとでその女王の息子さんが継ぐので まあ基本は男系なんですが、どうしてもって時には女系を認める。その時に王朝交代というとなっております。はい。えー、それに日本の皇室を合わせるというのがこの5番でございます。はい。そして、えー、もうそ,それは嫌だと。えー、王朝交代なんか許せないというのであれば、えー、6番、もう諦めるということです。 もうこれもう、皇室制度そのものを諦める。えー、つまり、共和制になります。というですね、オプションがですね、1から6まであるわけでございまして。ですので、いきなり5番や6番に行くんじゃなくて、その前にやるべきことがたくさんあるじゃないですか。なぜ、1番、2番、3番、 特に一番二番をなぜ検討してないんですかと。ね。そして、実際にですね、皇、えー、高等の危機が生まれるのは、今の陛下の後、秋篠宮殿下が継がれて、で、その秋篠宮殿下が御退位された頃ですから、えー、まあ、30年ぐらい後ですかね。 うん、なので、まあ、2050年ぐらいにそれが起こるんですよ。その時に慌ててもしょうがないので今のうちに早くこの1番2番をまと、あ、1番を検討してくださいと。はい。で今例えば10代の男子がですねご本人あるいはご家族と一緒に皇室の養子に入られますと。ね。そうするとですねえー、これから 30年間じっくりと低用教育できますということで、もう2050年頃には立派な教育継承者として成長されていると思うんですよね。うん。それ今からやりましょうよ。っていうのが、えー、私からのご提案でございます。はい。実際に、 今、10代、20代のですね、適、え、格、ー、者がいらっしゃるのかどうかですけれども、これについてもですね、この、武田先生の本に3人いらっしゃると書いてありました。で、これはもうかなり前に、えっ、ー、と、初版が2006年ですから、それからもう十数年経ってますね。で、 つい先日ですね、青山茂春参議院議員の YouTube チャンネルで青山議員もお調べになったと。で情報機関からいろいろ聞いてると。それで現在その10代20代の方がですね、えー、全部で7名いらっしゃると。うんこの旧宮家の中に7名。でその中には、えー、いざという時にはもう7名。 自分がというご覚悟を決めてる方もいらっしゃるというですね、えー、大変心強い情報を、えー、教えていただきましたはいですので大丈夫なんですよ心配しなくてもうんそしてこの旧三宅のシステムをうまく活用してで現在のご皇室に、えー、ご負担が これ以上かからないように、うん、もうあのー、大変なんですからあのご公務っていうのがそのご公務もこの旧宮家が分担すればいいじゃないですか。はいということで、えー、本日は高騰の危機でそれは乗り越える方法はありますよというお話をですね、えー、させていただきましたありがとうございました。